どうも皆さん、おはこんばんにちは。オトジャです。ストークを続きをプレイしていきたいと思います。前回は、アリーナでね、まさかの3試合目か敵が2人になったところでやられてしまったので、その直前からやっていきたいと思います。続けてくれ。そうですね、相手は2人でショットガンなんだよな。近づくと多分ね、今これアーマーお互いに着てないからショットガン当たるとねやばいんですよ。 なるべく隠れて戦えれば大丈夫かな。さあここ登ろう。見えたな、見えた見えた。怖い怖い、来てる？いないな。登れる？ここギリギリ登れない。どこいる？倒しきれねえ。回り込まれると厄介だよ。登れた。2発撃ったな。さよならだ。あぶねえ、撃ってきた。さあまだ大丈夫。倒した。この2人には運がなかった。あってー、まだあるのかい。あんたの勝利だ。これが報酬だ。このファイトには経験が十分じゃないな。あ、とりあえずは勝ち残りましたな。オッケー、ありがとう。で、地下研究所の書類を見つけろがあるんだよね。他のはまだ期限が残ってるから後でやるとして、じゃあちょっと基地に潜入しますか。こっち側今でもここにいるから一回移動しなきゃいけない。移動開始。お金ちょいちょいともらえたね。今3万7千円。言うてアイテムにもそんなこもってないしね。この武器が強いからこいつを使っていこう。やっぱりこっち側か。個人的にはね、そのエナジードリンクみたいなので、おおなんだ、暗くてよく見えない。スタミナがちゃんとあるんでね、それでエナジードリンクで一気に回復できてまた走れるっていうのが重要かなと。今持ってるのは2つしかないからね、意外と落ちてたりするからちゃんと拾わないと。さあ次のレベルに移動。到着。あれこっちで合ってるのか。本当に合ってるな。向こう側に行かなきゃいけないから、ここから左側のところを抜けていかなきゃいけない。なんかアイテムがあるね。ちょっとこのエリア多分竜巻アノーマリーがあるから当たらないように気をつけないと。一回寝て朝にするか。寝袋を出して3時間。深夜じゃない？ちょっと待って、もう3時間ぐらいか。寝まーす。うん、雨だね。全然朝にならないぞ。どういうことだ。まあいいや、雨好きだから雨で行くか。大丈夫かな本当に。ごめんごめん。左側の方になんかアーティファクトか何かがあるな。まっすぐ進んだところあるね。気をつけろ。暗くて何もわかんねえぞ。よっしゃ、倒し、わお、びっくりした。うっしゃ。あの君たちからね、尻尾が手に入れば嬉しいんだが。あったよ。おお、動物性か。いただきこのままあとはまっすぐ行くだけかな。あ、痛い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 。ああ、治った。2つつけて2つつけて、はいはい。ちょっとダメージ食らってるから飯を食べてぐるっと避けていかないとダメだね。この辺りじりじり言ってる。怖い。光ってる。アーティファクトあるぞ。ミートチャンク、あ、拾ったね。これトレーダーに届けなきゃいけないやつだ。もうどこが正しい道なのかわかんねえ。この先来てえけど、溜まっていく溜まっていく。左側からか。こっち側なら大丈夫だな。治ってきてる治ってきてる。体力減ってるけどね。次のレベルに移動。到着。ああ、減ってきてるけど体力も減ってきてる。ウォッカ飲んで直して外して、おっ、離せよこのろくでない。それとも俺の弾がお前の脳みそをぶちまけろ。おお、頼むお願い殺す。あ、狙われてるぞ。大丈夫ですか。ああ、仲間を奪還する。デューティーじゃ、キャリーは必ず返すのさ。オッケー。なんかもう急に協力することになってるけど、暗いけど奪還作戦。真っ暗だよ。ちょっと一回こうほら明るくなってから行くとか。真っ暗じゃ敵の位置わかんねえぜ俺も。なんか明かりが見える奥に。あれは何ですか？あれアーティファクトなのか？アーティファクトっぽいのゲットした2つ。何これ？耐久性プラスの間電撃耐性が下がる。待ってくれ！一人で行かないで！初めての場所なんだからここ。銃撃戦が予想されるね。こっち。あとパン食ってバンディットを殺しダテアを救出せよ。わかった、やつら来るってよ。あ、来てる来てる来てる。2人やられないように助けなきゃいけないってのが難しいんだよなこれ。瞬時にセーブだけしていいかな。 OK。 さあ行くぞ。さあどのタイミングで撃つ。よし、解放完了。ふう。Hell, I already kissed my life goodbye. Thank this stalker. He's the one who helped me. Thanks, bro. ああ、どういたしまして。We'll talk. 待って、ちょっと回収するもん回収してから。ありがとう、あんた相棒を救出してくれな。ほら、これを持っていけ。これは心底感謝の印だ。いや、おお、スコープくれたね。アイテムを受け取った。この辺あんた詳しいだろ、なんか興味深いことはないか。バンディットの、北の方にバンディットのキャンプがある。ああ、そこにはじゃあ行かない方が良さそうだね。バンディットのキャンプについてもっと教えてくれ。おー、建設途中のビルをアジトにしているか。親玉までいるんだね。あ、こいつらのボスを倒すために送り込まれたのか、このデューティーたちは。ありがとう。他は工場は地下貯蔵庫のようなものがあるのを見つけることができた。そこだけが要塞のように警備されている。何が入ってんだわかんないって。あれ、これあれか、鍵の半分ってことは2つで開ける場所か。あんたの話したゲートって想像もつかないただの古いゲートなんだが、ロックされていてきっちり警備されている。俺たちはそこから入らなかった。分かった、ありがとう。たった2人で偵察に来たのか。あ、もう1人別の男が同行してたが消えちまって連絡もつかねえ。結局ギャングどもがやつを始末したに違いない。やられちゃったか。なんかトレードしよう。弾持ってんな。弾欲しいわ。もう全部欲しいな。いただいて、必要のないさっきの武器を売り、それと、あ、ヘルスプラス400か、これ。ミートチャンク、やばいな。これ、渡さない方がいいんじゃないの、トレーダーに。私はなんかいいものもらえんのかな。でねガバメントね。まあ、コーラ919。これね、弾の大きさ違いました。45口径の弾が必要なの全然持ってないんでね。1個前のハンドガンに切り替えようかなと。ありがとう、トレード。これもいらない。他は大丈夫。スコープって乗せられるのか。あ、乗っかった、来た。おお、見づれえ、なんだこれ。使えるのか。ありがとう。さあ、私の目標は基地に潜入することなんだけど、このまま上に行けばありますね。で、こっちは結局でもあれだ。バンディットたちを倒して、あれだね。鍵を手に入れないと。手前の方から行ってみますか。研究所の入り口はこっち。そこが鍵かかってるはず。ちょっと朝にしよう。真っ暗すぎる、ずっと。もう3時間ぐらい寝れば。あ、朝になったかな？オッケー。朝なのか、これはっていう。スコープを手に入れたから少しは精密射撃ができるはず。この感じね、いるね、敵が。7人ぐらい誰か反応がある。逃げられた。いた。痛いの出血した。2人、あと5。よし。どっから撃ってきてる？よし。残り3。こっち側にいるな。わかんねえ。いってー、残りまだ2いるぞ、気をつけろ。ここにはいないか。こっち側に何かアイテムがあるはず。しっかりと降りて。はい、どうなってんだ。向こうに降りなきゃダメ。そこだね。やべ、疲れた。どこに宝物があるのか。隠されたバックパック。あるけど、大丈夫だね。よし、回収。何の石だった今。アーティファクト、これか。お、出血マイナス 133%。 これつければあれだな。一回外して出血しづらくなるね。だからこれをつけると、はい、出血耐性がついて、あとこれをつけると体力が上がって、あと撃たれた時の上げて、耐久性は何だろうな。こっちつけるか。壊れづらくなんのかな。2つこっちつける。いいですね、結構いいアーティファクトが揃ってきてる。よし、から戻る。こっちからが地下につながってるはずだ。あれ、どこにいるんだ。その下か。ロッカーの中にアイテムが入ってることはそうそうないね。ドアロックされている。こばせば開くのか。では地下へ行こう。邪魔するぞ。よし、玉詰まり。な、もういない。いや、まだあと1人ぐらいいるはずなんだけどな。うん、この扉は開かない。敵の声が聞こえる。俺どこだ。上か。ここにいる。よし、制圧完了。屋上に登れる。さあ、研究所は抑えたから、あとはじゃあ借り鍵を取りに行きますか。めちゃくちゃアイテムは RPG、 RPG あるぞ。俺の予想ではね、自爆する気がするけど、あーちょっと待って、誰かトレーダーいない？荷物が重すぎるね。あー、ダブルバレルショットガンは捨てて、 RPG 重さいくつ？超重いじゃん。 7.3 キロもある。 RPG の弾持ってる俺。一発だけあるな、これ。いざという時に使う感じか。93、89、これでいけるな。あと何が入ってる？何も入ってなかった。危ないね、危ないね、危ないね。さあ帰ろう。RPG か。これでヘリ落とせんのかな。飛んでるね。一番上の屋上には何も落ちてない。よし、いいものを手に入れたな。でもね、RPG 持っててもしょうがないだろうが、これ売っちゃった方がいいんじゃねえかな。OK、さっきのトレーダーたちは、あ、もうトレーダーというかデューティーの人たちどっか行っちゃったな。基地に潜入しますか。なんだ、大丈夫か。なんかアイテム入ってる？入ってない。向こうから回っていく。もう敵が見える。はあ、こんなんなってたんだね、ここ。ひっくり返ってるぞ、車が。はい、ストーンフラワーでした。荷物が重すぎる。食いもん食ってギリギリいって、倒れてる人がいるよね。敵寝てんのか倒れてんのか。うん、倒れてる人だね。おやすみ。すげえ、ハムだけ持ってる。もらってくぜ。ここは登れんのかな。入りたい。さすがに無理だな。オーケー、一回ちょっとこの荷物のこっち来てもしょうがないから、テレポートで、はい、最初の方に戻ってきまして、町があったから武器下ろしたよな。あ、すげえ銃が欲しくないから、俺はヤンターのそばでちょっとしたものを見つけた。お宝さ、たった800で手に入るぜ。ほら金だ。あー、この情報。おまままま、すげえ銃がもらえるんだったら、手に入るんだったら、オーケー、金を渡そう。ちょっと取ってくるから、ここで待ってろ。ちょっと待って待って待って、トレードがしたいんだ。あ、行っていった。あ、他の人だ。出てきて、生きてるうちに。あ、ちょっと待って、ごめんなさい。何そんな怒るの。ここになんかあんな。boy, sucker. Have you heard the story of Robin Hood? Well, your money went to feed the poor. Forget about it. Try sticking your nose here again, and you'll be crawling back to your mommy. 何のメッセージだ。怒られてるのかな、俺。サクッと捨てられそうなものがない。取りに行って戻ってくんのか、あいつ。中はだいぶ。中に入るのは許されない感じだね。トレードしたいだけですから。ごめんなさい。お金渡したけどさ、出てくる気配がないけど。騙された？あいつ中入ってったもんね。怒られるな、これ以上入ると。あいつ騙したな、多分。でもどうやら銃とか買ってくれるから訴えおくか。サプレッサー反応案だけ残しとこう。トレード、あと回復が欲しい。騙されたな。800を持ってかれたのでかい。さあ、では基地の方に向かいましょうか。まっすぐ上に行きゃいい。さてと、さっきの近くまで来たけど、潜入ポイントは向こう側なんだよな。やばい、すごい勢いで減る。一回外してこっちつけとくか。まっすぐ行けばここから入れってことか。大丈夫か？ OK、 入れた。よーし、ということで、今回はここまで。次回ちょっと潜入して中にいるバンディットたちの親玉を倒し、鍵をゲットするというところで、やっていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃまたの。